多くの女子生徒が犠牲になりました。アフガニスタンの首都カブール西部にある学校の近くで8日爆発があり、これまでに少なくとも55人が死亡し、150人以上がけがをしました。地元メディアによりますと、学校は女子校で、下校の時間帯に複数のロケット弾による爆発が起きたということです。現場は繰り返しテロの標的となっている少数派のイスラム教シーア派が多く住む地区ですが、これまでのところ犯行声明は確認されていません。反政府武装勢力タリバンは攻撃を非難するとの声明を発表し、爆発への関与を否定しています。